今日はマーケットに行ってきたよ。マーケットとスーパーマーケットに行ってきて、今日土曜日で、今日も土曜日の12時までが、あれな、12時からコーフィータイムね。で、日曜日まるまる外出禁止ね。なので、まあ、なのでっていうか、そうそう、月曜日じゃなくて、今ね、土曜日の朝午前中に買い物行ってきて、帰ってきたので、今日買ってきた、マーケットで買ってきたものをちょっと紹介しようと思うんだけど、ちょっとなえちゃんが泣いてるから、ちょっと待って。はい、じゃあ、じゃあ見せてあげる。順番にするから、ちょっと待ってて。なえちゃんと、まやちゃんもちょっとここにおるけど、まやちゃんを連れていくから、なえだけ連れて行って、買い物してきましたよ。じゃあ、まずは、マーケットから買ったの。マーケットで買ったの。ちょっと待って。一緒に見よう。はい。これ。行くよ。はい。じゃあ、まずは、これ。レタス。レタス。レタス。100円。100円ってか、100ジャメイカンドルね。100ジャメイカンドルは、まあ、だいたい100円だと思って。ピピ、行っといで。これね、レタス100円でしょ。ピーマン100円、トマトこれね50円、何、はい、これバナナ、これホニーバナナね、ハニーバナナがこれ150円、人参80円、ピピ出た、カリフラワー半分ね、カリフラワー半分ね、100円、アイリッシュ、ジャマイカはジャガイモのことアイリッシュポテトっていうの、アイリッシュはこれ200円か、これ200円だった。はい、これがマーケットで買ったものね。はい、じゃあ次はね、スーパーマーケットで買ったのを用意するよ。スーパーマーケットで、まずこれファブソープね。粉の洗剤。ファブソープ。ファブソープは、303円。1キロ。で、これフラワー。なんていうのかな。小麦粉。2パウンドね、2パウンドが、104円、イエス、シュガー、はい、これはお砂糖ね、ジャマイカはこういうケンシュガー、ケン、サトウキビっていうの、サトウキビのあのブラウンシュガーが主流、これが普通のお砂糖ね。で、シュガーが、これが1キロで241円。I'm gonna show you soon. Rice, お米。Rice が、Yes, Maya?3パウンドが186円。3パウンドね。3パウンドが186円。I'm gonna give you later. じゃあこれ、マクレル。お魚のカンカンね。トマトソース漬けの。で、ジャマイカは、こういうのを、3つ買ったら1個ずつがちょっとずつ安くなるね。だから3つね。このマクレルが3つで、235円。Yes, of course. And this royal royal biscuit. 普通のあのクラッカーみたいなやつね。ただの何の味もない。ちょっとうるさいんだけど。これあの何の味もない普通のクラッカー。これも3つね。3つで royal biscuit が3つで196円。これチップス。ポテトチップスね。これもポテトと塩だけなんです。これが
3つで、これ3つでないのかな。チップスで139円だって。139円ね、これね。これ、クッキングオイル。クッキングオイルが 500ml の小さいやつね。クッキングオイルが、218円。で、な。で、チキンネック。基本的に私はお肉はチキンしか食べんくて、買うのもローカルの近所で育ったチキンを基本的に買うんだけど、今ちょっとないんよな。近所でいつも買うところも、これを持ってないから、買ってきたスーパーマーケットでね、チキンネック。これチキンネックは、1.3 パウンド入ったので、これ。で、196円。で、これギザードね。ギザード。ギザードは、鶏の砂肝っていうのかな？砂ずりが 1.3 パウンドで378円。なので、スーパーマーケットで、スーパーマーケットで買っこれ買ったのが、2198円でした。で、最後おまけに、まえちゃんはいつも、私が出かけるときに、まえも行きたいって言って泣くから、なんか好きなの買ってあげるから何がいいって言って、今回は、ストロベリーチョコレートケーキだって、いちごとチョコレートのケーキが欲しいって言ったから、これね、これ買ってきた。これが、1個50円ね、この袋が。で、3つ買ったから150円。150円もしてないと1個ずつが多分安くなるから。感じ。そんな感じです。まあ、あとはお使い頼まれて、これ顔ミルク。アンティ、おばちゃんに買ってきてって言われて、これは300円だったかな。そんな感じ。そうそう。じゃあね。はい。で、今日は、土曜日で、まえちゃんのここのもじゃもじゃが映っとるんだけど。映りたい？まえちゃんカメラに。はい。じゃあちょっと、まえちゃんのズボンがちょっと上がりすぎて。うっさい！ない！ない！いけ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